すき家 JR 尼崎駅北口店。俺は時々このメニューが無性に食べたくなる。山かけマグロたたき丼770円、とろろをかける、わさび醤油を作る、わさび醤油をかける、これで完成。いただきます。このメニューはマグロたたきととろろとわさび醤油の融合した味わいが癖になる。すき家にはマグロたたきだけ乗ったマグロたたき丼もあるが、俺はいつもこの山かけマグロたたき丼を食べる。とろろがあるとないでは運命の差である。とろろとマグロたたきの相性が抜群すぎるのだ。だからこのメニューにはご注意ください。一度食べると癖になって定期的に食べないとダメな体になると思います。中毒になってもいいという覚悟がある人におすすめです。覚悟がある人はぜひお試しください。多分このメニューの虜になると思います。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。